9月19日生まれの君へ。誕生日おめでとう。隠さないで、そっと僕だけに話して。君は今、とてつもない壁に向き合っている。この壁を越えなきゃいけないことは分かっているけど、どうにも方法が分からない。ただぼんやり立ち尽くして、高い高い壁を見上げている。なんだか灰色の空は雨が降りそうだ。早くしなければずぶ濡れになってしまう。そんな不安と焦りに君は押しつぶされそう。そんな今を経験していないだろうか。君のそばに誰もいないと泣かなくていい。僕がいる。超える方法は君の心の奥にあって、僕はその場所を教えてあげられる。耳を澄まして声を聞いて、どうすればいいか教えてあげる。僕の目は紫色に光って、風を巻き起こし君の力を呼び覚ます。君はただこう言うだけでいい。この壁を越えたい、方法を示して、と。僕はその声に応える。必ず応える。振り返ってごらん。さっきまで目の前にあった高い壁が君の背後にあることを。いつの間に越えたんだろうと君は驚く。でも確かに越えたんだ。だって景色はまるで違っているのだから。見上げた空は青く澄んで雲一つない。誕生日おめでとう。さあ、歩き出そう。